では皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、ちょっとね、うん、すごく僕たち夫婦今感謝の気持ちを伝えたくて、はい、動画を撮ってるんですけど、はい、っていうのもですね、うん、beepal.net の方で、はい、読者が選ぶ好きなアウトドア系 YouTuber ね、はい、の中で、はい、8位にねランクインしたんですよ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もうすごいことだよね。そう、すごいこと。有名な方の中に、うん、私たちがポツンって入ってるんですよ。そう、他の方すごい有名な方たちなんですよ、うん、見ていただければわかるんですけど、うん、はい。でまあ、そこに私たちカッペのつがいが名前が上がるっていうことすら、うん、まあ、まあ言えばもうありえないんですよね。そう、もうね、謙虚の極み。そうなんです、そうなんです。これは、はい、であくまでも今回の動画っていうのは私たちすごいでしょじゃなくって、うん、感謝の気持ちを伝えたくてこの動画を撮ってるので、うん、たまたまね、いろんなことが重なって自分たちはその今の8位に選んでいただいたって思ってるんですよ。まだまだ自分たちの実力では、うん、まあ、8位ではないんですよね、うん、でその1票を投じてくれた人が、まあ、いっぱいいらっしゃるということでね、うん、でそのまあもともと動画にしようかどうしようかすごい迷ったんだけど、うん、はい、でもやっぱりそこには、うん、カッペのつがいに、うん、ね、選んでくれ、カッペのつがいを選んでくれた方がいたからこそ、はい、そこの8位に、うん、ね、食い込むことができたということで、まあね、その方々にね、うん、まあ、やっぱり感謝の気持ちを伝えたいなと思って、はい、動画にしました、はい。もう多分今後こういうことがあるかなっていうぐらいのね、うん、そう、はい、ことなので、うん、まあそれでも全然いい。そうなんです。もうスクショ撮ったし、はい、寝る前も、まあ、しょっちゅう見てるし、うん、寝る前だけじゃなくてもね、うん、もうちょこちょこ、いや、うん、ありえないわ、ありえんわ、ありえんわって言ってもうね、すごい本当に人ばっかりの中にね、うん、はい、8位って私たちがね入ってるので、うん、そう、うん、なんか支持してもらって、はい、本当に嬉しいです、はい。まあ、だから、まあ、今後もですね、うん、こんな感じで、うん、まあ、ちょっとねうち結構緩いんですけど。そうなんですよ、まあまあ、皆さん分かってると思います。はい、おそらく緩いままです今後もね本当に素のままを撮ってるので。そうそうそう、ね、標準語でもないし、うもう本当に普通の会話の鹿児島弁だし、うん、僕らね、うん、で普通のあれが普通なんです、うん、私たちの日頃もあの感じなので、うん、そう、まあその作ってない、うん、素のままのありのままを、ね、はい、私たちを、まあ引き続きですね、はい、まあ、こんな感じで夫婦動画ではありますけども、はい、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。でですね、はい、僕たち、うん、今回ね、はい、ビーバルの最新号を買ってきたんですよ、うん、そう、じゃじゃん、買ってきました。1店舗目回ったらね、うん、もうなくて、うん、結構20分ぐらい探して回ったんだけど、うん、まあ、いやこれないよって言って、うん、別のお店に行ってね、はい、やっと見つけてきました。それもラスト、そう、一冊、うんうん、だった、はい。まあ、この後ね、またじっくり見たいと思うんですけど、はい、これのね、付録がまたちょっとおしゃれなんですよね、うん、ドラえもんのミニシェラカップです。はい、はい、それではちょっと開けてみようか、うん、50年アニバーサリー、初ドラえもん50周年だって、うん、50年すごいな、すごいね。わっ、ちっちゃっ、こんなちっちゃいんだ、かわいいすっごいかわいい、かわいい、うん、はい、じゃじゃーん、開けました。もうちょっと夜、うん、ドラえもんがハンモックに横になってる絵ですね、うんうん、で後ろの方もこんな感じ、同じですね、同じ絵が描いてあります。わあ、ちっちゃい、ほら、すっごいちっちゃいです。ちっちゃい、かわいいね、うん、かわいい。なんかこれさ、タレとかつけたりするのがいいのかな。いいかも、いいかも、かわいいかもね、うん、このままなんか火にもこう使えるみたいね。だからさ、ああいう巣を飛ばしたりとかさ、するような、うんうん、あ、なるほどね、タレ用の作り方があるじゃん、 はいはい、ああいうのに使えるかもね、うん、直火で使える本物って書いてある、うん、
あ、しかも厚みがあるわ、うん、しっかりしてるね、うん、ほらちょっと重い、うん、まあでもあの実際キャンプで使えるけど、うん、まあ、僕的には後ろに飾りたい、うん、そうだね、あそこにね、うん、こうぶら下げてね、ちょっとせっかくの記念品だから、うん、そんな感じのもなんか役に立つね、うん、あそこね、そうだね、うん、はい、ということでですね、はい、あの今回の動画は、うん、beepal.net ね、はい、8位に入選させていただきましてありがとうございますという動画だったんですけども、はい、本当にねありがとうございますちょっと、はい、ねえグダグダなんだけどいいよ本当だってありがとうだよなんだけどここはありがとうだよ、うん、そうそうそれはそうよ、あ、ありがとうです、ありがそうありがとうです、はい、ありがとうって言ってくださいもうありがとうございますってありがとうございますそうですよ皆さんのおかげです それはそうだよ、うん、それはそうですよもちろんですカップのつがいって言うけど、うん、これはもうもはやカップのつがい2人つがいでも2人だけのことじゃん、うん、もう2人だけじゃないなと思ってます僕じゃあ何カッペのカッペのもう組織とかさ大多数とかさもうバックボーンとかさなんかこういろんなあるじゃんそういう言葉さだからもはや期待して損したわもはやもうあのつがいだけではないのかなと思ってね、うん、そうだよねだ去年の、まあ、6月かな、うん、嫁さんが参戦しますっていう動画を上げて、はいまあ、登録者の方もですね、はい順調に伸びていって、はいまあ、それだけねやっぱり見てくれてる人が多いっていう中でですね、うんはい、今回ねまたこのご褒美のような、ねうん、朗報がねとご褒美です、うん、入ってきて、はい、もう僕こう寝ててねコメントを見た瞬間パッて目が覚めてね、うん、こう起こしたもんだからって、うん、そうねって何どうぞねなんかすごいアンケートすごいメンバーの中に8位に入ってるよって言ってそうそうって言いながらねだったんですよはい本当にねまあ何ていうのかな重ね重ねにはなりますけども、うん、ね感謝の気持ちを、はい、伝わればいいなと思ってます、はい、本当にありがとうございましたありがとうございましたまああとですね、はい、そのビーパール読者、まあ、本当感謝するところなんですけど、うんまあ、見てくださってる方がいっぱいいるわけじゃないですか、うんはい、この動画をね、はい、いつもまあ動画を見てくださってる方がそうそうそういての今の私たちなので、うん、そうそうなんですよ、はいまあ、いいねとかね、はい、あとコメントも来て、うんまあ、すごくね動画制作の励みになってますはいなってます、ね、で本当にありがたいよねって言って、うんまあ、幸せだよねって言いながらな、まあ、動画をね、はい、撮影したり、うんしてるところなんですけど、はいまあ、今後もですね、うんまあ、こんなような感じで、まあ、ゆるーく鹿児島弁の2人をね、はい、ありのままの2人をまた見ていただいてですね、はい、ほっこりしてもらって、うんまあ、時にはなんだこいつらって多分そっちの方が多いんじゃないかなと思いながらなんですけどねと思うんですけど、まあ、これが僕らのありのままですので、はいまあ、そこら辺もね楽しみに見せてね、はい、見ていただければと思います、はいはい、まあ、今回の動画はこれで終わりになるんですけど、また近々ですね、次の動画もアップしてますので、はい、そちらの方もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとう。Baby, oh, without you, baby.